新横浜遊び場トイズカフェチャンネルへようこそ。はい、今日はですね、スパイダーマンノーウェイホームのアイアンスタジオのグリーンゴブリンを開けていきたいと思います。トイズカフェの店長ケンちゃんです。マイクマンです。さあ早速ね、開けていきたいと思います。マイクマンスパイダーマンノーウェイホーム見てましたか？もちろんですよ。もう最高でしたよね。これはどうしてゲットしようと思ったんですか？これはもうやっぱり僕はね、スパイダーマンが大好きで。大好きですよね。はい、スパイダーマン大好きで、やっぱ緑色もね、すごく好きなんですよ。そうですね。はい、緑色が大好きな僕がスパイダーマンノーウェイホームグリーンゴブリンのアイアンスタジオでございます。ねえ、緑大好きで。そう、敵です。僕ね、グリーンゴブリンのお面を作っちゃうぐらいグリーンゴブリン大好きなんですけどもね、これウィリアム・デフォーさんがね、アクアマンにも出演していますけども、マーベルではあのグリーンゴブリンの、はい、アイアンスタジオ、昔から敵好きだよね。敵ね、あの本当に敵っていろんなこう苦しみだったり悲しみを抱えつつ、本当はね、どっかにもともと正義感があったんじゃないかっていうね、そんな思いもありまして、すごく愛おしくてですね。なるほど、ね、はい、早速パッケージ見てみましょう。ドンポンパントン、どうマイクマンパッケージ。おお、すごい段ボールですね。じゃあこの段ボールもお宝になるのですか？そうですね、これやっぱ箱もすごく大事なので、箱ごと取っておくのがいいです。グリーン大変です ね、 ね、このウィリアム・デフォーのこんなに造形が綺麗なフィギュアはないんじゃない。やっぱりこう部品がね、こう細かくできてるので、やっぱり細かくこう分けないと、もし割れちゃったりするかもしれないんで、もし割れちゃったりするかもしれないんで、そりゃ組み立てるの大変ですね。さあ行きますよ。まず一つ目、あ、出てきました。まず行きます。胴体、胴体、すごいですね。体です。やっぱ台座から出した方がいいんですかね。そうですね、台座からだって組み立てる方がいいんじゃないでしょうか、ね、はい、これ台座がね、要するにスパイダーマン の、 あのアイアンスタジオとつながるようになってるんですよね。うちも1個スパイダーマンのアイアンスタジオあるんですけども、まあね、絶賛遊び場ではアクアマンを鳴らしながらスパイダーマンを開けているんですが、あ、ウィリアム・デフォーね、ちょうどウィリアム・デフォー、ちょうどウィリアム・デフォー出てます。はい、このように台座が、はい、このようになっております。すごいですね。これ繋がるんですよね、スパイダーマンのアイアンスタジオシリーズと。さあ、それでどこですか？これはこれ、一回止めますか？止めません、続けてください一回止めましょう。いや、マヨクーマンいないと、ここは。これを、え、どこにつけるんだろう。頑張ってください、ケンちゃん。説明書がね、ないんですよ。ポンってこうやって、磁石になってくっつくんですね。くっつくんですよ、ここはね。すごいですね。さあさあ、どんどん行きましょうよ。どんどん行っちゃいましょう。どこですかね、これは。ここっすか？ここっすね。まずグリーンゴブリンです。じゃあウィリアム・デフォー。本物だ。ウィリアム・デフォー、よくできてますね。怖いですよ。すごいよくできてます。ものすごく細かく顔できてるんですか？笑ってます。はい、ちょっとよりでも撮っときますか。今実はですね、事故がありまして、なんと今画面が真っ暗になったと思うんですけど、破損しました。はい、やっちゃいましたよ。これね、スタチューって本当にあるんですよ。ちょっと動かしただけでこう割れちゃう時があるので、本当再線 の注意をしなきゃいけないんですけど、粉々になりましたよね。粉々になりました。
あのでも多分30センチぐらいのところから、うん、ガチャンってちょうどねこの距離に落ちちゃって、そしたら粉々になりました。粉々になりました。パーツがね、地面に散らばりましたね。そうなんですよこれね。指だけね、こっちの白くなるから、白くならないように薬品使ったからね。すごい。大丈夫なはず。うわあ、ありがとう先生、ありがとうございます。すごい。治っちゃった。すごい、くっついた。すごい。すごいすごい。自分で剣でやったら自分すごい。まあしっかり保存をして大事に愛すということで、まあもう僕グリーンゴブリン大好きなので、はい、ウィリアム・デフォー本当に大好きなので、せっかく限定、本当に限定数があるので、あーこれ限定数ありますね、はい、再販はしてないので、まあ、ちょっと大事に。それにしてもまあね、繊細な作りなんで、すごい粉々になりましたよ。そうなんで結構もろいわけではないんですよ。そう、繊細なのかな。あ、まあ、一応ちょっとゴブリンの頭も変えてみますね。気をつけてくださいね。まあゴブリンになるとこういう感じで、はい、いやまあかっこいいんですけどね。はい、ということで今日はですね、はい、アイアンスタジオスパイダーマンノーウェイホームよりグリーンゴブリンをお送りいたしました。よかったらチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。それではまたご視聴ありがとうございました。ゴブリン、ゴブリン、アラブゴブリン。